大阪ミナミのシンボル、グリコの看板界隈に集う少年少女たち。タバコとかお酒とかホテル暮らしとか言われて倒れたり救急車に運ばれたり飲酒や喫煙といった非行のほか、金銭トラブルや性犯罪に巻き込まれるケースが相次いでいる。15万ぐらいだったけど全然買えてこないですね。ちょっと交番していこう。交番していこう。今はいくつ？16か。若者たちは何を求めここに集まり、どのように過ごしているのか、居場所の実態を浮き彫りにする。大阪随一の繁華街南、中でも多くの人が集まる恵比寿橋周辺に近年ある変化が。何って呼ばれてるかってご存知ですか？グリスタ。グリスタやろ。グリコの看板下、略してグリスタ。去年の夏頃から昼夜問わず10代の中高生を中心とした若者たちが集まるようになった。いつぐらいからここに来てるんですか？10月とか9月とか。去年の？うん。俺最近や。俺超最近や。島から遊びに来ただけ。この日来ていたのは15歳の中学生を含む少年たち。最近知り合ったばかりで本名は互いに知らないという。素性は言わんでもいいし、言ったらあだ名みたいな感じで呼んでるだけなんで、過去を気にせんでいいとか、ゲームセンターみたいな感覚ですかね。なんでこの場所を選んでるんですか？島やから。ここだとりあえず人集まるし。ここに来て何するんですか？ TikTok 撮る。 SNS 上でグリ下と検索してみると、たくさんの動画がアップされているのが確認できる。こうした動画をきっかけに輪が広がり、 SNS で呼びかけるなどして気軽に集まっているという。中には複雑な事情がある未成年も。学校行ってない。たまに来る。ほとんど行けない。行っても楽しくなった。2人は14歳で中学2年生、うち1人は不登校。母親との2人暮らしの中で親子関係に悩んでいるという。どんな時に手を挙げられる？なんか勝手に切れた時、スマホとかで。痛い？石頭にくりつくなり。二人にとってそのグリ下、橋下ってどういう場所ですか？遊び場。お家。自分のお家はお家じゃないんですか？お家やけど、好きなのが楽しいから。居心地の悪い家と学校、代わりの居場所として選んだのはグリ下だった。なんか可愛い子がおったりしたから、自分は可愛いかなって。今やってるメイクとかはここに来てから始めた？はい。少女のファッションはいわゆる地雷系と呼ばれるもの。白と黒をメインにした服装に赤色っぽいアイシャドウで目を囲み、泣き晴らしたように見せる独特なメイクが特徴的だ。情緒的に不安定な雰囲気をあえて出すためのスタイルだ。みんな同じような格好するのは何でなんですか？みんな嫌いやから。そうです。僕も来たのがそんなに去年の年末ぐらいなんで、それまで全然こんなファッションしてなかったし、ファッションのインフルエンサーがいっぱいいるんで、それに憧れてくるって感じです。やっぱりこういう場所があるんやって、みんな行ってみようみたいな感じで来てる子は多いようになります。居場所を求めてくる人、雑談相手を探しに来る人、独特なファッションに憧れてくる人、さまざまな理由で若者たちはここグリ下に集まってくる。一方でこんな深刻な問題も。
先週末、気温5度以下の寒空の下、20人ほどの若者たちが集っていた。動画を撮っているのか、踊っている人たちも。その後、警察官が現れ、未成年と思われる若者たちが散り散りに。騒いでいた場所には、食べ物のゴミやタバコの吸い殻、酎ハイの空き缶が残されていた。歩道はもうそれはあれや。歩道は3回ぐらいしかないけど。言われて倒れたり、救急車に運ばれたり。タバコ吸ってって言われて。え、みんな飲んでるから。あかんことしてるなみたいな気持ちで歩いて。ここに集うことをきっかけに、飲酒や喫煙などの非行に走る未成年は後を絶たない。大阪府警南署によると、保護が必要などの理由で未成年を児童相談所へ通告した件数は去年1年間で146件に上る。グリ下に若者たちがまだ定着していなかった一昨年と比べて3割近く増加した。援助交際をしている少女も少なくない。14歳の少女もその一人。これまでに5回売春をして合わせて10万円ほどを稼いだという。気持ち悪いから本当はしたくないけど、お金欲しいから。お小遣いどれぐらいもらってるんですか？4000円ぐらい。足りへんから。何に使ってんの？好きな人にあげたり。1万ぐらい。そう、見返りはあるの？プリクラ撮ってくれたり。でも色濃いやつな。これ見るよ。好きみたいな言って。色恋をかけるとは、男性が恋人かのように女性に接すること。そして少女の行為を利用する形で金品を貢がせる男性たちがいるというのだ。マリア子って呼ばれるんですけど、まあ、リアルに恋してるみたいな役なんですけど、その女の子が男の子のこと好きやから、お金ちょうだいみたいな言ったらあげてるみたいな。金銭をめぐるトラブルもある。全部トータルしたら15万ぐらいの話で、全然返ってこないですけど、言うてもしゃあないんで。よく聞くのは、まあ、東横界隈と同じ感じで。東京・歌舞伎町にある若者のたまり場、東横。近くにある東宝シネマズが名前の由来だ。去年、近くのビルで43歳の男性が集団暴行を受けて死亡し、東横に出入りしていた少年らが逮捕されたことで問題が明るみに出た。大阪のグリ下と通じる点があるという。そもそもここを作った人がこの前捕まった人、ただ国がいてたらみんな来るみたいな。そうただ国とは、女子中学生とみだらな行為をした疑いで先月逮捕された自称東横の王、水野康弘容疑者のこと。 SNS で多くのフォロワーを持つ水野容疑者が去年大阪を訪れた際に、グリ下の単語を拡散させたことで集まる若者たちが急増したという。非行、性犯罪、暴行死事件、荒れる東の東横と西のグリ下。この実態に警察はどう対処しているのか。昨年末、大阪府警は47人体制でグリ下を含む南エリアの一斉補導に乗り出した。ちょっと交番車行こう。交番車、もうそこやからね。わかりました。いくつ？20歳。派手な格好をした2人組。専門学校生で20歳だと言い張る。お母さん今どこ住まれてんの？お母さんちゃうでしょ。一緒に住んでない。いやね、お母さんちゃうでしょ。今お母さんっていう人がお母さんじゃないような若い声が出ると。年齢確認のために電話をつないだ母親の声が妙に若い。
ほんまはいくつ？16か。母親は偽物だった。友達がなりすましていたのだ。本当の母親に16歳の未成年であると確認が取れた。危ないからな、この辺食い物にされんで。16歳な、だからこうやってみんな私服のもんが回ってるからな。少女はそのまま警察署に連れて行かれた。その後も補導活動を続けていると、さっきの子18やった。え、ほんなさっきのあれは偽物か。偽造してたらしいです、あのカード。20歳と主張し一度は解放されたもう一人の女性が実は18歳の高校生だったことが分かった。友達の身分証に自分の顔写真を上から貼っていたのだという。さらにこの30分後、自称20歳やけど動けへんねん、このパターンは子供が多いな。この日府警は夜10時から午前2時ごろまでの間に15歳から18歳の少女ら10人を補導。喫煙、飲酒、家出などが確認された。観光名所だって昼間、ね、観光地でいい普通の子も来るんやから、ただそれを食い物にする悪い大人がおるのは事実やから、それをその子らを守るのは自分の仕事なんだね。普通に観光してきた人が、ああいいとこやなと思ってもた。あれから1ヶ月、去年10月頃のピーク時と比べると人は減っているものの、問題は解決ではない。多分ホテルとかにおる、マックとか。もしここが例えばもう出入り禁止みたいになったじゃないですか。ほんなら多分誰かの家でやってるやろうし、誰かのところホテルでやってるやろうし、多分隠れてやってるやろうし。安く遊ぶため一人がホテルの予約を取り、数人で何泊も滞在しているケースも多い。南警察署は宿泊者に身分証の提示を求めるようホテルに要請している。警察官がいるから、寒いから室内で、場所を変えて若者たちは居場所を作り続ける。一体どう対処すればいいのか。彼らも居場所を求めているんで、悪とはちょっと一言で言えないですね。非行に走る少年少女の支援活動に携わる NPO 法人代表の野田さんは、辛抱強い見守りが必要だと話す。大人が良かれと思って子どものためにこういう居場所があったらいいだろうっていうのは、もう全てもう当てつけであるし、上目線であるし、そんな居場所はもう子どもたち自身が望んでないんで、子どもたちはそこを求めてさまよい続けるんだと思いますね。問題点が発覚してそういうところに出入りしてるって分かった時に、正直もうマジックはないと思われた方がいいと思います。ただ一緒に子どもと苦しんであげたり悩んであげたり、辛抱強くあなたのことが大切だよって言って見守ることが必要だと思いますね。取材を続けていると、グリ下に行くのをやめたと語る二人組に出会った。グリ下におった子で、グリ下って学校みたいやな、先生いない勉強しない学校みたいな。そう安心できました。私はできてた。もともと友達おらんかったから、ここで友達おらんかったし、不登校やったから、なんか自分と同じような人がおるんやな。去年毎日グリ下に通い飲酒しホテルで寝泊まりしていたという二人、今はただ普通に暮らしたいと語る。中卒やから公認取って専門学校行くっていうのが今の、私が
帰るみたいに言ったら、ご飯作ってるから帰っといでって言ってくれて、それがめっちゃ嬉しくて、そこしか居場所がないって思ってたけど、ちゃんと視野を広げたらもっと広い居場所があるなって思って行かなくなった。周りの大人ができることって何やと思いますか？否定されるのは嫌やと、なんかこんなところにおっちゃダメだよみたいな、そう、一人一人ってのは難しいかもしれへんけど、なんか話をね聞いてあげたりとか、家族がおらんかっても友達おらんくっても自分を引き戻してくれるのって周りの人やなって思って、